男気物専門店、藤木屋の藤木屋みきすけです。今日は、角帯の結び方を着用者視点でお届けしようと思います。それでは、スタートします。まずですね、はい、角帯のですね、端からですね、30センチぐらいなところを、こういう風に折ります。ピー。 これ何回もやってると後がついてきますので一番最初の新品の場合にはちょっとねこう何回も何回もやる必要性あるかもしれませんけどここからここまでが大体30センチくらいだいでいいですそれをですねはい持ちますこっち離して結構ですでここのお腹の腰紐のところに当てますそうしたらですね反対の手でこの長いのをぐるーっと持ってきてですねこの持ってるところの上からこういうふうに 合ってます。はい。今、こうなってます。はい。そして、えーと、ぐる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 、これを、こっちを巻いていくんですけれども、その時に手で巻くと足がこういうふうにこんがらがっちゃうので、体ごとですね、右にぐるーっと回ります。ぐる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 。はい。ぐる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 。はい。で、えーと、2回ぐるぐるっと回ります。 二回回りましたね。二回回りましたら、はい。ここちょっとまだ長いので、これを内側に半分に折ります。チュッ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 はい。内側に入れます。はい。はい。内側に入れましたら、どこまで折るのかなんですけど、ここのですね、目安はこれ人それぞれなんですけど、体も際から、 ここまで大体10センチぐらいで私はやってるんですけど、今もうちょっと短いかなと思うので、もうちょっとここの長さを長く取ります。じゃあどうするか。この内側の方のですね、えっと、こういうふうに、クイッ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 と、こっちでクッククッとベルトコンベアみたいに出すんですね。そうすると、ここからここがちょっと長くなりました。はい。そしたらですね、次です。はい。名前があるんですけど、 これがタレと言います。タレを下からキャッチして、ぐわーっと持っていきます。はい。反対の手、左手ですね。こちらの手と言うんですけど、これを持ちます。くと。これ、二つこういうふうになってます。で、電車ごっこ状態にしてから、手が下、タレが上で、こういうふうに交差します。はい。はい。交差します。はい。 そしたら、ここに三角形ができますけど、それを下から上に交差します。とやりますは,ーいはい、はい、こうなりました。そしたら、下から上に、これを。手を持ってきて、それを上から、たれで。しまります。はい、こういうふうにあります。 そうすると、貝の口の形になります。はい。でですね、ここにですね、こう、ネクタイのようなディンプルのような跡が今できておりますけど、これ私は別にあってもいいんじゃないかなと思うんですけど、もしこれをね、ペタンとしたかったら、もうちょっとね、あの、一回緩めて、形を整えて、こういう風にやっていけば、どんどんペタンとなります。ただ、ペタンとなってる状態っていうのは、あのー、 作り帯のね、元からこの形になってて、マジックテープで留めるものっていうのが大体こうペタンとなってるので、あまりペタンとする必要性は私はないとは思うんですけど、なので私はこうギュッとやって、ここにちょっとね、シワを残して、あえて残したりとかすることをやっております。はい。で、次です。ここと、ここの形なんですけど、大体ですね、ここはまあ、元々の帯なので、平行ですよね。でギューってやりすぎちゃうと、ここ、団子になってしまうので、大体これ、あの、台形のような形。 ここ上辺下辺でこういうふうにグイッてなっているような形がいいんじゃないのかなと思ってますで次ここの手の先ですよね長さと垂れの長さなんですけど同じぐらいかもしくはこっちの方が長い方がいいと思いますこの垂れの折り返した方を長くなっちゃうとちょっとあんま不格好なのでこっちに対してこちらの方がちょっと長いぐらいがいいんじゃないのかなと思っております、はい、こんな感じです で今あの前,で前でねあの角帯結びましたけどこれ本当は後ろにあった方がいいですなのでこういうふうに帯をガチッと持って、えー、と体を動かさないようにしてガーッと回しますガーッと回しますガーッと回します回すとですね当然帯の,あの結んだ貝の口が今後ろの手で前からなくなりますで、えー、と形を整えます ちちょっと今ねねここ出ちゃいましたよ、ね、なのでここここにに直してうういう風に整えますこの回した貝の口なんですけどどこまで回すのかなんですけど体の真後ろかもしくはちょっとねあの結んだところが外れてもあの中心から外れてもいいと思います外れてる方が行きっていう風な考え方もございます。はい こちらが加工日の貝いの口の結び方でございました。はい。とても簡単なので、ぜひですね、えー、皆様もチャレンジしてみてください。それでは、バイバーイご視聴ありがとうございます。富士ケア YouTube のおすすめ動画はこちらチャンネル登録もよろしくお願いいたします